こんにちは、サウジアラビア代表のガルガルでーす。はい、ということは、前回の続き、前回は、悪ガキの6が、見知らぬクソ忍者みたいなやつに、ボコボコにされました。ということで、仇を取っていきたいんだけどね。次はどこ行けばいいか。まあ、下調べにちょっと、いろいろ探してみますけど、よろしくお願いします。ということで、まあいいや。お、人がいなくなってるぞ。昨日はすいませんでした。いいよ。で、ちょっと家に戻っての、はい、母上。ご飯、今日は大切なお話があります。実は、神宗寺に大層立派な甘様が来られたそうで、子宝に恵まれてるとか、まあ何事もお金は付き物、少々都合してくれそうで嬉しいんですがね。おー、俺に金を払えと、言ってくれるね。毒針刺すぞ。見せる、何？はい。はーい。まあ怖い。怖いですね。わかりました。こういうのも話しとくか。よし。お、リツ、行ってきます。早く帰ってくださいね。怖いね。今そんなことな。ここは、違うところだね。今田様気づいたことあるか。ただいま、村さん、振り込み中です。じゃ、入れないか。よし。正直ね、こんなゲームやってるやつ今、もう、いないと思うんだけどね。まあ、そんなゲームをやっていくという。お、出た。白鳥のお父さん。You know my father anymore! Yeah. ウィー。やっと着きました。新掃除。これで私も新掃除の檀家だぞ。檀家ってなんだ？檀家になりにない。檀家になりに来たのよ。みんな檀家って言ってるけど、檀家ってなんだよ。さあ、ご先祖は大切にしたいか。どなたにもどうぞ。なんだと？家枕にご先祖が立ってね。先祖用頼まれたの。びっくりしたわ。お墓を生きている時に買うと長生きするんだって。ほー。お金が貯まってやっと段階になります。宗教か？で、坊さんいんぞ。あ、なんでしょう。寝てんじゃねえ。よし。あれ？ここって新掃除じゃないの？何も変わりはない。おー。どこだ？隠し扉かなんかあんのかな？なんか怪しくない？なんかドラクエのダンジョン的な匂いはする。ということで。ここかな？いや違うな。許可がないと入れない。すいませんね、ちょっと。滑舌悪いんすよ。ここかな？ちょっとまあ、一つ調べてね。まだ調べてないところ結構あるんで、とりあえずいろんなやつにも話していきたいと思います。よし。で、こういうやつもね、なんかあるかもしんないし、このゲーム、よくわかんないんだよね。一回もさ、子供の頃からあったんだけど、一回も触ったことがなかったんだよね。正直子供このゲームやらないよね。渋すぎる。マジで。で、南町。これさ、ちょっとさ、占い師使うわ。ちょっと、早速。はい。占い師、お、よく来られた。占い師かい、はい。力は始めるかの。なむなむ。すだし、習うのはになわ。では、お主はまだ12儀の道のりを歩いてこられたり、迷ったらまた進むくるがよい。金を持ってな。は？ぼったくりじゃねえか、こいつ。これはそうだな。ああ、まじ、金ぼったくられた。うわ。ちょっとひどいって。ほら、金なくなっ。これさ、復元してんのかな、壺の中に。
あるかな、金。金あるかな、調べる。あったやべえ、金のなるツボだ。話す。ちょっとね、こういう、やつにさ、話して多分進む可能性があるから、持ち物を、あ、違う、聞く。気づいたことを、後で出てきてお寺にま、おう、ってことは後で来るのか。ってことは、で、キセルとかもね、うん。いろいろなんか、こういうもの見せて、一つずつ見せますと。まあ、ひどい。見せるのが、なんだお前。まあ、何はね、やらしい。何がだ。眼中にねえわ。アウトオブ眼中。そう、こいつ、うん、ね。あなたは私たち今夜もしっかり頑張る。それしか考えてねえよ。ここ行ったけどさ、入れないのかな、入れねえか。こういうやつにちょっと、見せようか。ただいま、これは言ったけどね。見せる。毒針。これがどうした、なんで反応ないの、これがどうした、見せる。金。これがどうした、おぉ。言うね。見せる。中村さんの仕事でしょ。毒針。もうね。こいつらパターン決まってんだよ。本当にさ。こんな人間全く同じことしか言わないわけないっしょ。なんださ、昇進噂で。おぉ。昇進なんだ。お、田中だ。ドグのことですけど、まあ、来た。これだよ。証拠品があるから聞かれまして。あんた何か知ってませんか？さて、どうしようか。お伝えし、広間に行きなさい。見せる。見せる。ふーん、僕がね。ドグ割り何？来てる。いりません。つうことは、はい、くすぐったい。つうことはね、もうマムラ、ん？マムラに、店に行けるのかな、これ。はい。昨日よくのこの、おう、気になる品も配りました。どうぞ入れてください。あ、そうですか。よし。来た。見せる。着せる。違う。毒針。これは、ん？なに来てる。野村様に見せるんでしょう。お、なんだよ、さっさと開けろよ。たく、お、まんまら来た。殺しも気になるしも、ああ、変な疑いがありそうです。見せてみ、見せる。ほう、貸してみ、ほう、貸してみ、ほう、貸してみ。で、毒針。よく知らんな。来てる。ふむふむ。いや、あへんではなかろう。だが、もしかして。ということも、あれからこれは調べに回そうです。さあ、今日の仕事とか待っておろう。田中のところ行け。あ、待って。悩み気にしておくよ。頑張ったな。わかったよ。よし。オッケー。つうことで、また田中に話せば、オッケー。つうことで、行きますか。田中。なんだよ、山。中村さん、もう僕のことは真村さんにお渡ししなさい。ところでね、材木町で何やら怪しい人影を見たと、垂れ込みがありました。火付けの犯人かもしれませんから。何か証拠をつかなきゃいけない。よし、いいだろう。ち、僕のことはもう、うやむやになるそうだ。あいつに言っていた偉い人とは一体。中村さん何がいましたか？いいえ、何でもありません。とっとと行きなさい。たく人使いが荒いぜ。材木町でしょ。どうした材木町。You know my father anymore. よし。朝とには見知らぬ奴がいたっぽいんだけどな。まあいいや。お、竜。組紐屋の竜。さっきら、吹き矢を使い闇の忍びの襲撃だな。あー、この助っ人呼ばれてんだ。仕事のことを知ってる。気をつけろ。何？俺らのことを知ってると。聞く、聞いてる。いろいろ殺しの話を聞いたぜ。あんた狙われるなよ。イケメン。毒針、うん、これは仕掛け、毒針、これを使うのがやめの趣味だ。噂は本当だったのか。でもあんた、悪い奴にかかっちまったな。ちなみにこれを預かっておくが、手際切って取り返しに来る。気をつけろ。ほう。ああ、もう一気にもう持ち物がなくなってる。
で、あ、てか、ラッキー、これで話してよかったんだね。出たこと、私は聞いたぜ。で、怪しい影、こいつは、お、鉄さん。ちょっとコンビニ挟んだ行く人数に随分人気じゃねえか。おい、聞いてんのかや。やべえ。オラオラだ。うわぁ、うめえ酒だ。飲んべえか。まあ、何裏ではよ、いろいろあるんだぜ。おぉ。新掃除、楽園ギャルだけどな。あれに連れてらよ、大棚がある人だぜ。それに噂で聞いたかな。ある大名が土地をたんまりと貸してるらしいぜ。おぉ。大名、どこに大名してるけど、穴浜さんに頭が上がらないらしいな。穴浜さんって穴浜さんだよね。ロクに切りかかりられそうになったやつ。多分もうないかな。で、こいつは誰だ？はい。はい。やっぱりね。フラグだったね。分かったから、こいつどうせねえ山の方に行ったってさ、あれよ兄さんの怪しい人が見ましたよ。何ほーサモン、お前の店犬を飼ったのか。入りにくてしょうがねえ。本当だよ、悪かったな。なんか言いついちまったよ。こっちも困ってるんだ。まあ聞いた話だかな。この前焼けた家でよ、山の人が焼け死んだんだ。そこでパラスティングが、ガリガリと、何かをかじっているらしいんだ。まさか骨じゃねえだろうな。はぁ、あ、お父さんか。くすぐってやさないか。はぁ、よし。なんつってたっけ、さっき。忘れちゃったよ。話す。お、マサじゃねえか。ところで、昨日の悪いんだが、どこまで漏らしまったんだ。どうも、早めにつっていたようだ。でも、口封じか。しかし、汚いこと、そんな。オッケー。ミラクルのことだ。アナオさん、説法始めたから賑やかになったんだ。いや、よく知らねえな。だから聞いてみろよ。もう聞いたっつの。あのガキどうやら見やしごらしいんだ。だが、いくら寂しいからってよ。あくらみたいに走ることはねえぜ。ほんとだ。You know my father anymore。 檀家ってなんだ？あれか、何？まあ、いっその、ああいう感じ。えのもと、誰だ。そうじゃないが、ひなもなござる。あ、じゃあ、みんなにも話してやったのだが、最近先祖の声を聞いたこと言って、照らる段階になるものがあるが、しかし先祖の声など全部嘘でござる。俺もそっち派。みんな騙されておる。な。オカルトだよ、オカルト。早く仕事に着きたいもんだな。どんまい。拙者は仏に頼るで武道に行けるんじゃ。拙者に来たと、あいつは忍びだ。けどこと、先日のようなものだ。気圧の映画で影を見たんだ。もう見せるもんがね。よし。調べる。ブレモン。何のマンだ。これ、脅すって意味あんのかな。全然なんか使い道ない気がするんだけど。脅しても誰もさ、あれでしょ。前のうちの榎本さんは怪しい影の正体見たぞ。あ。あれで、一応、クリアかな？クリアっていうか、進むのかな？先に。多分そうだ。じゃあ、なんとなく分かったな。ということで、パート3。パート3は、これで、終了したいと思います。セーブします。はい。ということで、また次もご視聴お願いします。ガルガルでした。じゃあねー。